それだけではないのです。スマップのメンバーは普段ここの畳の試着室で衣装を着替えることが多いのですが、その人だけは最近。さあ着替えようかな。着替えよ着替えよと。あれから僕たちは何かを信じてこいかな。一国さんブリーフ姿をアピールする。収録が終わるたびに悩んでいた私、こんなこと誰にも言えない。でも私が言わなきゃ第二第三の犠牲者が出てしまう。私を助けて。もう最悪の事態なんですよ。